親戚のケンちゃんが踊ってるみたいな。まず最近のダンスパフォーマンス、エンターテインメントの主流はフォーメーション移動を激しく行ったり、キレッキレのダンスを行ったり、 CG もボンボコボンボコいろんなものができたり、パフォーマンスもどん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 映像とリンクしたり、衣装もどん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  LED だったり幾何学なものだったり、いろんなものをつけていけるようになりました。最近の主流の真逆を行くグループを私は発見したんです。それが純烈です。今の主流の真逆を行くなんだけど、今の主流の真逆を言ったところにある答えが温かさだった。純烈のやってるところに一つの大切な、みんなが忘れてる答えがあるのかも、そんな風に思わせてくれる作品でした。大きくは目で見えるものだけを置いているということです。例えば照明一つ置くにも、天井からビームでもレーザーでも何でも今はできるんですけれども、足元に宴会場のようなフットライトを置いて、あるいは盆踊りのようにこうやって提灯を垂らすようにライトを置いたりしたり、自分たちが手に届くところ、目に見える範囲のセットだったり照明だったりをあえて置いていて、手に届く、そんな距離感を大事にしていると思いました。爆発するシーンがあるんですね。爆破シーン、最近はもう CG ですぐ行けちゃうんです、ドーンって。だけれども大爆破シーンを多分実際の火薬でやってる。なぜならば最後にオフショットであちちちちって言ってメンバーの皆さんがやってるシーンがあるので、あ、これはリアルなんだなと思いました。純烈の皆さんのパフォーマンス、僕にとってはとても刺激的に感じました。何が刺激的に感じたか、それはメンバーの皆さん一人一人の個性を大事にしていることです。例えばターンして回るとき、回るときの形はもう好きでいいんです。例えば足をかけて回るときがあるんですけど、あ、揺れた、かけて回るときがあるんですけど、この膝を上げて回るなんだけれども、膝を上げて回り方もちっちゃい人もいれば大きい人もいる。その個性を大事にするとどんな魅力があるかというと、人間味が感じられます。その一人一人が何を思って回ってるか、どんな気持ちで回ってるのか、どんな楽しさで回ってるのかがとってもよく伝わる。振り付けにしてこれをどん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 固めていってしまうと、とても綺麗で揃って完璧感は出るんだけれども、そこに人間感というのは少しずつ薄れていく。そしてその人間味のある魅力に加え、誰に伝えてるかというのがとても明確なパフォーマンスになっています。純烈の皆さんのパフォーマンスは、見せる、俺たちを見てくれよりも一緒に楽しもうというメッセージがとても強い作品になっていました。例えばサビのハッピーハッピーハッピーバースデーってところがあるんですけれども、ミュージックビデオの中で本人が踊っているパフォーマンスの他に、ファンの皆さんも一緒にやってねというファンの人たち用の振りが行われているんです。今回の作品はご本人たち以外にエキストラというのかな、ファンの皆さんも一緒にパフォーマンスをされているんです。それぞれの、皆さんがいろんな衣装を着てます。そのファンの皆さんの振り付けと本人の振り付けはちょっと違う。ファンの皆さんの振り付けは手だけで行うシンプルな振り付けで、メンバーは手以外に足のステップが入って少し難しいものになっているんです。でライブ会場に来た時にはこの手だけ、あるいはみんなが銭湯に遊びに来た時には手だけでやってくれたらいいなというふうに、しっかり一緒にやりたい部分というのがミュージックビデオでも提示されているのがとても印象的でした。フリーシーンというのがあります。ダンスの途中でみんなが急に好きな動きをしだすんです、パフォーマンスのところに。でその時のメンバーの皆さんの動きを見てると、一人の人が正面のカメラに向かってアピールし、一人の人が右側のお客さんに向かって、もう一人は左側のお客さんに向かって、あれ、もう一人のメンバーの人はどこだと思ったら、後ろで倒れちゃったライトをこうやって直してるっていう、そんなシーンが入るんです。これを見ただけでミュージックビデオを見てるお客さんに楽しませたいんだな、あ、この人は横のお客さんにも左のお客さんにもどっちも楽しませたいんだな、あ、そして、あ、自分でライトとか直しちゃうんだ、なんかすごくとんがって俺たちを見ろよじゃなくて、一緒に倒れた人がいたら手引っ張って助けてくれるような、そんな人たちの集まりなんだな、そんな風に感じました。親戚のケンちゃんが踊ってるみたいな、一緒に遊ぼうよ、一緒に踊ろうよって目の前で声をかけてくれるような、
そんな魅力があるんです。いつも結構おふざけしてるんですね。戦隊もので戦うシーンみたいなのが出てくるんですけれども、なんか向き合ってるところで一人小田井さんかな、小田井さんがちょ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 って楽しんでいて、いつでも楽しみを大事にするグループなんだなと思いました。一番初め、ハッピーバースデー、おめでとうバースデーって言って、こうカメラの目の前の人に対して誕生日を祝ってくれる。まず主役は私なんだって思わせてくれる良さがありました。だって見てる僕たち、私たちにとってはパフォーマンスしてるあなたたちが主役で、それを見て、ああいいな、こんな風になりたいなと思う。でもこのグループは主役は見てるあなたたちなんだよっていう、そんなメッセージを強く投げかけてくれる。この主役はあなたなんだよっていう強いメッセージは後半にも実はあって、最後のエンディング、一番ラストのサビでみんなが大盛り上がりしてる時ですね。そこで普通だったら自分たちが一番前に出てアピールしてかっこよくやるところなんだけれども、違うんです。お客さんたち、ファンの人たちのエキストラの人を前に出して、自分たちはその奥にいてパフォーマンスをしている。で最後全部バシッて決まった後に、お客さんのイエーイって声で終わる。これはとっても意味があるメッセージなんだと思います。自分たちだけじゃなくて、目の前にいる人たちのために僕たちは思いっきり頑張ってるんだ、イエーイっていう声が嬉しいし、嬉しい笑顔が伝わると幸せなんだ、そんな風な彼らのメッセージを感じました。そして僕がね、ミュージックビデオを見てすごくいいなと思ったのは、エキストラの皆さんが歌ってるんです。歌いながら一緒にみんなでパフォーマンスしてる。これがね、とってもね、幸せだなと思いました。簡単簡単だけじゃなくて、ワンエンツーっていう早い音取りもして、しっかり自分たちの見せるところは見せてきてくれて、楽しませるところもあれば見せるところもところどころに入れてくれて、そんなエンターテインメント性の高いグループだと思いました。僕も、だいぶ良い年になってまいりまして、誕生日を祝うということがどんどん減ってきましたそして誕生日になると嬉しいっていう感覚よりも、だんだん、ああまた一つ階段を上がったな、年を取ったなって、何かしらのね、誕生日というものが寂しさというものを与えてくるようにもなりました。僕は初めてこの純烈の、ハッピーバースデーを聞いたのは下北沢の、コーヒー店です。ああ今日も頑張ったな、あここが下北か、あ駅前にコーヒー店があるな、コーヒーを飲みながら、あーなんかな、最近な、いろいろな、大変だな。そしたらめちゃくちゃいい曲で、おー僕はねちょっと泣きそうになりました。あったかい表現ってやっぱり大事なんだなと思いました。感動を覚えるというのはどういうことか、それはすごいことを見たから感動するんじゃなくて、心が動いたから感動する。その心の動かし方の、もう一つを教えてくれたのが純烈の皆さんのパフォーマンスです。いや、とっても感謝しています。